長い船旅による栄養失調ね。脱水症状を起こしてる。薬師さん、お前の感想頼む、治してくれ。大丈夫よ、落ち着いて。栄養のあるものを与えないと。何か果物でもあれば。これはブドウ。ありがとう、助かるわ。さあ、これを。だいぶ楽になったよ。ありがとう。バランスの取れた食事を心がけてちょうだいね。お大事に。助かったわ。私はキャスティ、旅の薬師よ。あなたも旅を。実は私、記憶をなくしていて、その手がかりを探しているの。よかったら私も同行させてもらえないかしら。ありがとう。あなたは誰くらい多くを救える薬師だ。だから生きてくる。あなたならきっと薬を作れる。その手に託すぞ。おい、人だ。小舟の上に人がいるぞ。波の音。ここ。大きな船。目が覚めたかい、ご婦人。あんたついてたぜ。あの広い海で拾われたんだ。立てな。するに喉がカラカラ。まあ落ち着きな。水でも飲みなよ。ありがとう、助けてくれて。いいってことよ。なぜ小舟で浮かんでたんだい。小舟。ダメ、思い出せない。おいおい、冗談だろ。ごめんなさい、何も思い出せないの。自分は何者で、どこから来たのか。じゃあ俺が一つだけ教えてやるぜ。あんたの名前だ、キャスティさんよ。キャスティ、それが私の名前。なぜ知っているの。服に縫ってあるぜ。何かの制服かい、それ。驚いたな、本当に何も覚えてねえってのか。思い出さないと。少
少しでも手がかりが欲しいわ。私が何者なのかを知るのは難しくても、小舟が見つかった状況やこの船のことなら、この船の人たちから聞き出してみようかしら。ありがとう。ありがとう。ありがとう。手がかりが集まったわね。私の乗る小舟は潮の流れから推測するの。東大陸に出て数日間は漂流していたらしい。さっき立てないほど消耗していたことや脱水症状から見ても妥当な期間ね。なぜ私はこの知識を。 いえ、それより今は見つけられた幸運を喜びましょう。この客船はブライトランドの港を出て数日、カナルブラインという大きな港へ向かう途中らしい。私のことを何か知っ、そういえば私の所持品は船室に運び込まれたって。何か手がかりになるはず。調べてみましょう。港へ着く前に。カバン。これが私のカバン。ずいぶん散らかってる。急いで物を詰めたのかしら。これは薬草、鉢と棒、薬を練るための。どうやら私は薬師だったみたい。これは何かしら。白い花。なぜカバンに。思い出せない。港が見えてきたぞ。